にちは、メカニックです。今回は V45 マグナスターターワンウェイクラッチの交換をお見せします。ではどうぞ。
までご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。ホンダのね、V 型4気筒では結構あるあるな作業だと思います。それではですね、この動画が参考になったら、ためになったら、という方がいたら幸いです。では、また。